目黒ハス、26、のインスタグラムでの発言が波紋を広げている。紅白歌合戦に落選したことを受けて、NHK との絶縁宣言と憶測が流れる中、目黒自身は遠くを見据えて動き出していた。現在、目黒さんはスノーマンのメンバーと大晦日の単独配信ライブ、スノーマンスペシャルライブ、チルダみんなと楽しむ大晦日、チルダに向け、打ち合わせと準備を重ねているそうです。ライブの公演時間は1時間から1時間半ほどを予定しているといいます。音楽関係者。例年は多忙な年末を過ごす目黒だが、今年は余裕があるようだ。音楽関係者が続ける。11月13日に NHK が今年の年末に行われる第74回 NHK 紅白歌合戦の出場者を発表しました。SMILE:INAP、旧ジャニーズ事務所の所属タレントはジャニー喜多川氏の性加害問題を受けて、79年以来、44年ぶりにゼロでした。また11月18日には、毎年開催されていた年越しライブイベント、ジャニーズカウントダウンライブが開催されないことが公表されています。このため、目黒さんの大晦日の予定は、スノーマンでの配信ライブだけだそうです。スペシャルライブの開催発表に際して、目黒は自身のインスタグラムのストーリーを更新し、9人とみんなで最高の大晦日にしようね。絶対後悔させないよ。俺らを正解にすると意味不可な発言をしていた。その真意とは、11月18日配信されたカトゥーンの亀梨和也、37。の YouTube に目黒がゲスト出演し、こう語っていた。目黒くんにこの役任せたいなって言ってくれる人がいるわけじゃないですか。中略、その言葉を正解にしていくために頑張っていけたらいいなと思いますね。前室の音楽関係者が目黒の胸中を明かす。目黒さんは亀梨さんに憧れ事務所に入所したそうです。17年に亀梨さんのソロコンサートツアーで目黒さんがバックダンサーを務めたことがありました。その際に亀梨さんは目黒さんの才能を見出して、事務所に所属グループのセンターに据えるように提言したことがあったといいます。この経験から人から期待されることがどれほど嬉しいことか、そして苦しい時の支えになるかを理解しているそうです。父親からの教え、やられたらやり返せ。逆風が吹く中で自分たちを信じて期待してくれるファンへの、俺らを正解にする、発言。一方で、落選という判断を下した NHK に対して思うところはあるようで、状況を鑑みて、10月頃には、紅白は出られなくても仕方がないとグループ内で話していたと聞いています。だからこそ、紅白に縛られずに、大晦日に自分たちができることをという考えから、生配信ライブを行うことにしたそうです。ですので、もし今年の紅白出場を打診されても辞退するつもりだったとか、ただ、現在の音楽シーンにおける立ち位置からすると、実力的には当選確実な中で、結果的に落選したことに関しては違和感を覚えたと言います。お父さんに、やられたらやり返せと言われて育った目黒さんとしては、紅白側に一泡吹かせたいという思いもあるのではないでしょうか。前室音楽関係者。今回の配信ライブには、ある目標が、映像制作関係者が言う。メンバーは無料配信であることにこだわっていたと聞いています。そしてより多くの人に見てもらい、YouTube チャンネルのリアルタイムでの視聴者数の指標である、同時接続数の日本歴代1位を目標にしているそうです。今年5月のインタビューで、目黒はこのように話していた。今の一番の目標は、スノーマンが国民的なアイドル、アーティストになること。子供からお年寄りまでみんなが僕らのことを知ってくれていて、メンバー一人一人の名前がわかるような存在になれたら嬉しいなって思っています。MAQUIA、23年5月号、国民的アイドルを目指す一方で、目黒はある決断を下ろしたという。メンバー間で話し合いを進める中で、基本的に来年以降も紅白には出場しないというスタンスで一致したと聞いています。前室音楽関係者。国民的番組紅白歌合戦との決別で目指すその先とは、メンバーでファンと共に大晦日に自分たち主導のライブを同じ場所で毎年開いていきたいと話し合っているそうです。そうすることが国民的アイドルへ一番の近道だと思っているのだと言います。前室音楽関係者。一歩ずつ歩みを進める中で、さらなる青写真も、目黒さんは9月に有料会員限定のブログで、
世界の前線で活躍されてる方とお話しできて、自分も刺激を受けたし、スノーマンでもっともっと頑張ろう。って思ったよと綴っていました。これは世界を代表するアーティスト BTS のメンバーの V27 とテレビ番組で対談した時の感想です。近いうちにタレントたちとエージェント契約を結ぶ新会社が設立されるなど、現在事務所は過渡期にあります。そんな中目黒さんとしては、事務所を引っ張っていくためにも、世界に打って出たいと考えているそうです。目黒さんが10月にインスタグラムを新設したのもその一環だと言います。海外ではオファーを出す際に、インスタグラムのフォロワー数が重視されますからね。BTS は YouTube の同時接続数300万人超えのギネス記録を持っています。ゆくゆくは年末のライブでこの記録更新を狙っていきたいそうです。前室映像制作関係者。今年10月にはアメリカのエンタメ業界誌、バラエティのインタビューで、スノーマンと一緒に、より多くの国際的なプロジェクトに参加することを経験したいとも話していた目黒。世界王座への挑戦は始まったばかりだ。目黒ハスさん、受賞おめでとうございます。私の幸せな結婚を楽しんでくださった皆様に改めて感謝申し上げます。写真、トロフィーを手にした目黒ハスの受賞記念ショット。今年3月に公開された映画、私の幸せな結婚、公式 X、旧 Twitter が、主演の目黒ハス、スノーマンの第15回トマ映画賞、最優秀新進男優賞受賞を報告。目黒がトロフィーを持つ写真を公開した。第15回トマ映画賞受賞式は11月25日に東京都多摩市にあるパルテノン多摩大ホールで開催されており、この度公開されたのは、グレーのスーツ姿でトロフィーを持ち、笑顔を見せる目黒の写真。目黒ハスさん、受賞おめでとうございます。私の幸せな結婚を楽しんでくださった皆様に改めて感謝申し上げます。というメッセージが添えられている。ファンからはたくさんのおめでとうの声が届いている。